ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はお気識な数少ない日本でのレスラーとしての試合について触れてまいります。力道山にプロレスを指導し、長年日本プロレスでレフリーとして活躍したお気識な、実は3試合日本でレスラーとして試合をしています。日本で初めてプロレス興行が行われた昭和29年3月9日蔵前国技館で沖は遠藤幸吉と試合を行い、片エビ固めで破っています。続いて昭和29年8月25日東京体育館、そして9月14日愛知県金山市体育館で沖は力道山遠藤幸吉とタッグを組み、外人側のエース格ハンス・シュミット、ルー・シューマン、ドクター・オルソンとタッグマッチで戦っています。以上が沖式なの日本でのプロレスラーとしての試合で、以降は日本プロレス崩壊まで沖はレフリーとして活躍しました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は沖式な数少ない日本でのレスラーとしての試合について触れてまいりました。